本テレビの定例社長会見が29日、東京、汐留の同局で行われ、同局の石澤明社長はドジャース大谷翔平の新居購入の報道をめぐり謝罪した。一方で、当局がドジャースの取材パスを凍結されたとする一部報道については否定した。問題の発端は、大谷がベイロサンゼルスで購入した、12億円の豪邸について日テレやフジテレビが詳細に放送したことにある。これに大谷側が激怒し、ドジャースが取材パスを凍結したなどと一部週刊誌で伝えられた。石澤明社長はこの問題について、一連の報道の中で大谷選手、ご家族にご迷惑をおかけした。申し訳ない。大谷選手側にはすでにお詫びをしているが、この場をお借りして改めてお詫びの気持ちを表明したい、と謝罪。続けて、取材パス凍結報道に関しては、取材、オンエアについて支障が出ていることは全くない、と否定した。同様に新居を報道していたフジテレビも、大変申し訳なく思っています、と謝罪。一方で、フジテレビが取材パスを失いドジャースの取材ができなくなったという事実はない、とも主張していた。支障が出ていることは全くないじゃないわ。そちらはそれでいいかもしれんが、大谷側はもう住めなくて手放さなきゃならん状況になってるんやぞ。何も支障をきたしてないから、めでたしめでたしじゃ済まないやろ。どう責任を取るつもりなんや？日テレやフジテレビが詳細に放送したせいで、一から住居計画を立て直さなきゃいけなくなったんだぞ。この責任、どう考えてんのかな？フジテレビの社長が謝ったのも、タイミング遅すぎて今更やん。全然誠意感じられないし、世論が厳しいから、形だけ無理やりお詫びコメントしたって感じにしか見えないわ。日テレは、投げ爪の、高田選手が、の精神が徹底されてるようやな。すべてを見下しながら放送してるんやろな。日テレとフジが害したことは、もう否定できないんやから、取材に支障がないとか言わない方がいいのに。人権なんてどうでもいいって姿勢が極トップ二人に共通してるのは、公共の電波使用者としてダメなんじゃね？総務省は知らん顔してるし、天下り先かよ。